ノース・ラス・ベガスは、アメリカ合衆国ネバダ州のラス・ベガス都市圏に位置するクラーク軍の都市である。1946年5月16日に市政を敷いた。近くにネリス空軍基地があることでよく知られている。ノース・ラス・ベガスを取り囲む山並み、2007年撮影ノース・ラス・ベガス南西に、モハーベ砂漠があり、ラス・ベガス市の北に返入。ミヘンニュー CDP サンライズマナー町の北にあたる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は78.5平方マイルであり、すべて陸地である。ノースラスベガス北緯36度13分43秒、成形115度8分48秒、北緯36.22861度成形115.14667度。 36.22861-115.14667に位置する。ノース・ラスベガスの人口は2009年推計で22万4387人であり、2000年国勢調査と比較すると9年間で2倍近くになっている。これはラスベガス都市圏の急成長を反映している。ネバダ州ではラスベガス、ヘンダーソンに続いて3番目に、 大きな都市となっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人、種別人高構生年齢別人高校生世帯と家族収入と家計ノースラスベガスからラスベガスを望む公式にはスカイヘイブン空港と呼ばれるノースラスベガス空港は1941年12月7日に開港された。地域航路と遊覧飛行を運営する。 ビジョン航空がここを中継点にしている。都市圏全体の国際及び国内線はノースラスベガスとラスベガスの南にあるマッカラン国際空港で扱われている。シティズンズエリアトランシットがラスベガス都市圏に共通する市内のバスを運行している。ノースラスベガスを通る主要道路としては週間高速道路15号線と ラスベガスベルトウェイ CC-215 号線がある。httpww.citydata.com city north ラスベガスネバダ htmlhat7-1-2008 サブコウンティエステマイツファイルネバダ2000-2008ユナイテッドステイツセンサス u Population Division 2009年9月20日閲覧ありがとうございます。